でしょ。許さない。次の仕事は？はい。お触り禁止。
資格認定試験には決まった判定基準がある。だから真面目な姿勢で勉学に励み、修練さえ積めば合格できるんだ。そう難しいことじゃない。大地の鼓動が聞こえてきます。
してません。休んでいいのでしょうか。よっ、次の仕事は。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。穏やかな雰囲気、とても好きです。禁止。
芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。